アニメ。Today's guest is from the world of anime. He's an internationally known sound director who has worked on many popular Japanese anime projects known around the world, including Attack on Titan, Pokemon, and My Hero Academia. He has a career of more than 20 years as a sound director, as well as serving as a representative for a sound production company. He truly is a leading figure in the Japanese animation production world. Please welcome Masafumi Mima.みまさん、今日はよろしくお願いします。お願いします。まず最初になんですけども、はい、音響監督になることを決めたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。おー、きっかけ、もともとあのラジオドラマっていうのが好きで、まあ、ラジオから聞こえてくるドラマですね、声だけの。それを、学生の時、高校大学って、すごく好きで聞いていて、どうしてもラジオ局入りたかったんですよ。ラジオ局入ってオーディオドラマを作りたかったんですけど、それでオーディオドラマを作ってる会社の、門を叩きました。そこの会社に入社して、そしたらなんかいつの間にかアニメの方の絵がある方の音響監督になってたっていうことですかね。はい、なるほど。ある意味偶然といえば偶然だったわけですね。そうですね、まあ映像があるかないかで組み立て方とかは結構近いものがあるので、自分がこう想像していたものには非常に近いところに来てるなという気はします。なるほど。具体的にアニメの音響監督というのはどのような仕事なんでしょう。日本にあって日本独特の仕事なんですよね、これ。他の、世界の中にあまり音響監督って、耳にしないんですけども、それはですね、多分僕の予想ですけど、絵を描くアニメーターの監督たちが、クリエーターたちですね、その方たちが多分少しこう口下手だったり、対面した時の人見知り感だったりするのがあって、ピュアな方たちなんで、どこか間に挟まって役者さんと監督を結ぶもの、エフェクトを作る方と監督を結ぶもの、作曲家、ミュージシャンと監督を結ぶものを作るために音響監督ができたって思ってるんですね。つまりは音響監督って僕からすると通訳と思っています。なるほど。でもその進撃の巨人であったりポケモンなど世界中で大人気の作品の音響を担当されているわけなんですけども、自分の監督した作品がですね、世界に発信されていくっていうのはどういう気持ちなんでしょうか。日本で作ったものが日本の作ったまんま海外に輸出されてるんだったら、とても光栄だと思いますし、逆に言えばドキドキな部分もあるわけですよね。自分が思った通りのことが伝わってるのかどうかっていうのが。ただやっぱ外国に行って子供アニメ、例えばポケットモンスターであれば、海外に行くと音楽とかセリフが差し替わっちゃうわけですよね。ということは僕と監督が作ったものが、差し替えられてしまうので、それ純粋に私が作ったものではなくなってしまうことが多いんですね。ただ今日本のアニメーションがクールジャパンみたいなアニメが輸出されてて、そのままを受け入れてくれる方たちが多いので、それは純粋に 100%、私と監督が仕事したものが言っているので、そこら辺はとても光栄に思いますし嬉しく思います。なるほど。その仕事をする中ですごく大切にされていることっていうのはありますか。諦めないことですかね。監督に絶対それはできませんって言わないように心がけてます。でも監督によってはすごく難しい、もちろんことを注文されることもあるわけですよね。その中ではやっぱり経験がものを言うんでしょうか、それともやっぱりチームなんでしょうか。あー、チームですね。なるほど。素晴らしいです。これまでさまざまな本当に作品を手掛けられてきた中で、特に印象的な作品、またはそれにまつわるエピソードも一緒に教えてください。僕のヒーローアカデミアっていう作品を今やってまして、これはもう本当アメリカンヒーローみたいな、ヒーローたちをなりたい少年たちを描いた作品なんですけど、本当に命がけのバトルをこうアニメの中でやるわけですけど、その役者さんたちが役に入り込んで本当に気持ちをぶつけて失神しちゃったんですよ、スタジオで。呼吸するのを忘れちゃったんですね。それぐらい戦いに勝ちたいっていう気持ちがあって、わあ、やっぱりすごく素敵な世界に自分がいるんだなって、すごく素敵な世界と触れさせてもらってるんだなっていうことを、とても感激というか感動というか、ありがたい感謝しましたね。だからまだ未だに続けてられるのかなと思います。
なるほど。そのような素晴らしい世界で活動されている中で、一昔前まではですね、映画は映画館で見るものっていう世界だったじゃないですか。それがネットフリックスであったり Hulu が出てきて、本当に自宅で気軽に見れるようになった中で、この変化っていうのはアニメ音響制作にも影響があるんでしょうか。そうですね、今まではテレビと映画って使い分けて音を作ってたんですけど、それはテレビっていうのは固めになっちゃうんですね。どうしてもテレビの音って劇場の音とは違って音圧がなかったりダイナミックレンジが狭いので、だからなるべくこう、低い音とか中域の音が出ないので、そこら辺出ない音を足してもしょうがないので、なるべく出やすい音をテレビには置いていて、劇場はレンジが広いのでいろいろな細かい繊細な音まで聞こえるっていうのがあるので、ただそれがだんだん、テレビの音がすごく良くなってきたので、だんだん住み分けが少なくなってきました。それと同時にですね、劇場っていうのは非常に、集中できる空間を作ってもらってますよね。映画館自体が要は途中でトイレに行くのも、気を使わないとトイレに行けない空間ですよね。ただ自宅になるとテレビっていつでもトイレに行けますよね。いつでも生活環境音が入ってきますよね。例えばパトカーの音が入ってくると急に現実に帰りますよね。だからなるべく音楽とか多めにつけて、テレビに集中させるような音作りにはしてます。ですから今ネットフリックスさんとかいっぱい、参入されてきて、テレビで映画をやる場合はなるべく、こっちに気を引くような音演出にしてるつもりです。ですから無音っていうのをなるべくこう少なくするとか、劇場だと無音が効くんですけど、日常の中にいると無音ってないものなので、誰かの足音がしたり電話が鳴ったりっていうことが入ってきてしまうので、そこら辺はちょっと気を使ってテレビと劇場って住み分けはしてます。なるほど。本当に近年日本のアニメの人気というのは急上昇中でですね、海外の方もファンも増えていると思うんですが、日本のアニメのどんなことをこれから楽しんでいただきたいですか。外を見て勝ち負けを作るより、自分たちが作ってきたものをさらに広げていく、もっともっと膨らましていく、もっと世界を広げていくっていうことによって、また多くの国の方に認めてもらうようなことができればいいなと思ってます。なるほど。本当に世界目線で物事を考えていらっしゃる美馬さんなんですけども、世界で成功する秘訣っていうのは何だと思われますか。監督のために今一生懸命仕事をして、そして評価をもらってると思ってるんですね。これからも監督についていきます。そして自分の経験値とかなんかを、監督に伝えられてて、それが採用されるととても幸せな気分になれるっていうところでやっていきたいなとは思ってますけど、はい。なるほど。素晴らしい答えをありがとうございます。最後にですね、若者へのこれから頑張っていこうという若者の方へのメッセージをアドバイスお願いできますか。僕はラジオドラマとか作りたいものっていうのをですね、追ってこの世界に入ってきて、で今それがもうある意味自分がやりたいことをやっていて、やりたいことをやっていて、そしてお金がもらえるっていう、こんなに幸せなことはないと思ってるんですね。ですから皆さんも、諦めずにですね、やりたいことを見つけて、それはやりたいことをやったことによって対価をもらえるっていう仕事をちょっと見つけてもらったらいいかなと思います。何かをするために仕事をするんじゃなくて、何かをしたいことが仕事になった時の幸せっていうのもちょっと考えてもらえると、少しこう生活とか何か変わるんじゃないかなと思いますので、そんな考え方をしていただいてもいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。本当に視野が広がるような答えですね。ありがとうございます。本当に。そして最後にクリエイティブワールドというこの番組なんですけども、ズバリ美馬さんにとってクリエイティブとは何でしょうか。じゃん。おもてなし。ちなみにどういう意味でしょうか。さっきもお伝えしましたけども、監督のために、誰かに僕は喜んでもらいたいんですよ。自分のために作ってるんじゃなくて、誰かに喜んでもらいたいなという気持ちでやっているんですね。それなんで、僕がいることによって監督が喜んでもらえる、で監督ではなくてもっと先の、視聴者の方が喜んでもらえるとか、スクリーンのお客さんたちが喜んでもらう、誰かのために喜んでもらうために一生懸命、尽くすこと、それが、クリエイティブにつながってるのかなと思います。なるほど。常に見る側の立場、相手の立場を考えて笑顔を作るということですね。そうですね。喜んでもらうのは芸人さんとかととても一緒で、人の笑顔ってなんか自分もハッピーになるかなと思うので、ポジティブな答え本当にありがとうございます。本日のゲストは日本が世界に誇るアニメ音響監督美馬正文さんでした。美馬さん、ありがとうございました。ありがとうございました。 Next we have something very interesting to show you all. By the way, this episode will be available on YouTube this coming Saturday. For details, please check out our Facebook page. Stay tuned.
Some say there's no need to reinvent the wheel. Sure, unless you can make it better. All tires aren't created equal. The Nitto Ridge Grappler. Spiral round construction enables our truck tires to be aggressive and ride incredibly smooth. Our tread and sidewall designs deliver off-road performance for even the most demanding terrain. While computer-simulated tread design delivers a quiet and comfortable ride on the highway, the Ridge Grappler goes beyond expectations. Nitto Tire, fueled by enthusiasts. Next, of course, Libera. Enjoy! Hello, I'm Dominic from Libera. Stay tuned and please watch our music videos. Wait, there's part two. Also, don't forget to subscribe to our channel.